ンタスチャンネル。皆さんごきげんよう。実はですね、こちら井伊家菩提寺ってなってるんですけども、実はですねこちら志摩左近、関ヶ原の戦いで、石田三成の、右腕だった、武将がいるんですけども、まあ、そちらのね志摩左近が、住んでた家ということで、やってきたんですけども、実はですねこの志摩左近っていうのがですね僕の先祖でして滋賀県こちら清涼寺、連れてきていただきまして、今日はねその僕の先祖ゆかりの地をねちょっと訪れてみたいと思います。はい、今回は真面目な歴史に関するねことなんで、で自分のご先祖様のところに来たということで、ちょっと心もね穏やかに、そして感謝の気持ちを、持って、訪問したいと思います。志摩左近がねいなければ僕もいない可能性もあるんでね、まあいない可能性はいなかったんでね、はい、ちょっと行ってみたいと思います。よろしくお願いします。はい、こちらですね入り口となってます。こちらが、まあいろいろ書かれてますね。はい、いやちょっとなんか自分の先祖にまつわるところっていうのはなんか若干緊張しますね。すごいやっぱ門構えが素晴らしいですね。じゃあ入ってみたいと思います。あ、こちらがですね、志摩左近が育てた南天の木ですね。これで、これこのお寺に伝わる志摩左近にまつわる4つの不思議の一つらしいんですけど、このね南天の木に触れるとお腹が痛くなるそうです。でもね自分の、ご先祖様が大切に育てたものなので、今日はこの柵の外に出てるこちらをね触らせていただきたいと思います。はい、ちょっとだけありますね、これですね。はい、南天、いやすごい感慨深いです。でさっき言った、4つの、不思議のうちのもう一つが、この門がですね大晦日になると風も人もない状態でもうなり声を上げるというね4つの不思議の一つがありまして、それもねそれはちょっと大晦日でないと無理なんですけど、まあ、そういう言い伝えというか、お話もあるぐらいですね。はい、ありますよね。すごいです。この井戸が志摩左近がなんかこう汚れたものを、一晩つけるだけで漂白剤が入ったような真っ白になったという言い伝えのある、井戸ですね。これがね、建物の目の前ですね。
今日は何十年に一度の住職が変わる日でした。すごい日ですね、今日は。ねえ。で、あの島左近の、まつわるあの、壁を何回塗り直しても月の形が出るっていうところはちょっと今立ち入り禁止になってるそうで、ちょっと入れなかったですね。残念。これがこの屋根の色の違うのがおそらく島左近にまつわる場所ですけど、この木の枝がうまいこと入って見えづらいですけどね。まあまあでも軽くでもね見れたのが良かったですね。坂道を登って、いい直政、いい直政という方のねお墓に行きたいと思います。はい。で、登ってきてこちらがですね、いい直政とかそのね、あのいい家のお墓だそうですね。はい、はい、なんか季節感じますね。やっぱいいですね。夏もいいですけど、やっぱあれですね、秋のいいですね。シーズンはやっぱこういう山はいいですね。あの柱が400年前言ってましたね。ないですか。はい、すごい。もう今じゃこんなん取れないですもんね。全部木ですからね、柱ほんまに。はい、生まれたとこではなくて、はい、こうちょっと住んでたみたいな。あ、こんな感じで。はい、最後ありました。失礼します。信長の野望とかはやらない？信長の野望ね、小学校の頃にパソコン部やったんですけど、その時やったんです。あ、そうなんですか。でも紅葉がいい感じ。綺麗ですね。うん、緑と紅葉と